はい、本日ですね、こちら遅くなりました。ノースフェイスの福袋を開封していきたいなというふうに思います。ということで、お待たせしました。昨年やってからね、今年もやろうと思ってたんですけども、届くんが遅すぎんねんということでね、もう正月終わったらやないかということなんですけども、まあ、それでも皆さん、福袋どんなもん入ってるんかなって見たいじゃないですか。だからね、僕も今から見ていきたいなと思います。で、ちなみに今回はですね、なんと日本じゃなくて、とある国の福袋を購入してみました。ノースフェイスのね。で、それがどこなのかと申しますと、昨年はアメリカのね、ノースフェイスの福袋を買ったんですけど、今年に関しては、韓国のホワイトレーベルの福袋を購入させていただきました。ではですね、もう早速見ていきたいなと思います、2セット購入しました。まず1セット目っていうのがこちら、バッグとかね、トレーナーとかあるような感じで、2セット目っていうのがこちら、合計合わせてだいたい4万円ぐらいだったと思います。正確な数字ちょっとこうやって書いてると思いますけどね、それ買わせていただきましたんで、もう早速ね開けていきたいなと思います。ではまず一番上にあるものからいきましょう。あ、先に言っておきます、福袋やセールの撲滅委員会の理事をやっておりましてね、こういうのはやめていこうと。で、特にセール福袋で自分が欲しいものはめっちゃありやと思うけども、安いから買うっていうのはもうこれはどうにもならんし、後々使わんからやめましょうねっていうのをね、あの啓蒙活動としてやってるんですけども、その理事をやってる中でね、まず1点目から見ていきたいなと思います、これ1点目っていうのがですね、おそらくキャップですかね、帽子ですね。はい、出てきました、こちらのキャップでございます。これはまあスポーツテイストな感じのねキャップになっておりまして、ここに書いてますね、エコボールキャップという風に書いてありまして、値段が37,000円、高っ。あ、3万7000ボンって書いてました。3700円ですね。だいたい10ボン1円ってことなんで、まあ、3700円ぐらいってことで、ボンっていうのは、ちょっと僕見慣れてないので、ね、あれですけど、韓国のホワイトレーベルはね、ロゴがこれですね。日本のロゴって赤とかね、黒とかになってると思うんですけど、韓国はホワイトレーベルやからこんな感じで、あとはハングル文字がね、書いてますけども、なんて書いてるかというとですね、全くわかりません。クールマックスだけわかるけども、あとは全くわからへんということで、一回ね、被ってみましょう。このシャツ姿に、キャップというのが似合うのかどうかということなんですけどね。あ、残念なことにワックスをつけてるから帽子が入らないということでね、まあそういう時はあるでしょう。じゃあ次に行きたいなと思います。次はですね、靴下ですね、こちら靴下がついてきておりました。どうやらこれ日本の楽天で買ったんですけど、なんか韓国から直送されてきたようですね。まあ最近韓国系流行ってますからね、これお値段いくらでしょうか。お値段が、1万3000ウォンって書いてるので、まあ1300円ぐらいということで、今2つ合わせて5000円ぐらいですね。そして次に出てきました、これはなんだ、バッグかな、おそらくバッグでしょう。あ、バッグです、バッグです、出てきました。ロゴが入ってるのかな。あ、ここにノースフェイスってロゴが入ってて、あとはメッシュバッグみたいな感じだから、まあ使うシーズンって言ったら夏かな。夏の水着とか入れたりするのはいいかもしれんけども、それ以外このメッシュの涼しげなんでどこ行こうかなと思うけどね。プールとかいいかもしれないですね。お子さんと一緒にプール行くとか言ったらね、いいかもしれないですけども、こんな入ってました。だから今のところ小物ですね、キャップとバッグとあと靴下、靴下は一応 L サイズの靴下なんですね。あ、そういや僕 L で買いました、そういや忘れてましたけど。では次はもう残すところこっからメインになってきますよ。ラスト3点ございます。まず1点目いきましょう、ゾーンということで、こちらのスウェットですかね、開けてみましょう。はい、とまあいかがでしょうか、こんな感じのスウェットです。ノースフェイスって前に、あ、書いてますね。なんかこのロゴが手書きみたいなノースフェイスのロゴやけども、入ってて、裏側を右の肩のところにノースフェイスってロゴが入ってるのと、あと袖口にもホワイトレーベルのねブランドロゴが貼っつけてあったりはしますけども、そういった感じですね。裏はなんか独特な、これはまあよくわからへん感じですけども、一回着ていきましょう。はい、と皆さんいかがでしょうか、これを僕似合ってるかどうか全然分かってないんですけども、こんな感じですね。なんか肌色と似てる感じっちゃ似てる感じ、僕の肌の色とめっちゃ似てますね。ここまでが、境目やねんけども、こんな感じですね、ブラウンの感じで。ラスト2点、次もおそらくスウェットなんでしょう。このスウェットは8800ウォンということで8800円。おい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 、まさかちょっと嫌な感じがしてきたぞ。やっぱりそうや、色違いでした、残念。今着てるやつの全くの色違いで、これブラックでしょうね。で、袖口にもロゴが入ってるんでしょ。はい、入ってました、ゾーン、全く同じ。福袋で色違いっていう言葉がね、一番テンション下がるっていう、この世で最もテンション下がる言葉は何ですか。そう、福袋で色違いってことなんですけど、一回ちょっと着ていきましょう。はい、とまあいかがでしょうか。まあ言うたってね、普通のトレーナーみたいなもんやからね、スウェットやから別に使い勝手とかそんな悪くないと思うんですけど、まあほんまにさっきの色違いっていうだけですよね。びっくりするようなこともないんですけども、そんな感じで、着用させていただきました。で、最後これが唯一アウターです。で、このアウターがメインなんちゃうかなって僕は思ってるんですけどもね。では今回の目玉、僕まだ開けてないんでね、今から見ていきたいなと思いますけども、フリースですね、おそらく。はい、こんな感じのねアウターですね。デナーリーに結構
結構似てるかなと思います。デナリジャケットが日本バージョンがねこれなんですけども、ポケットの形とかこう縦にねジップがある感じとかも似てるし、両サイドにポケットがあるところもね似てるんですけども、この前もねポケットあるとこ一緒やから、まあ、規格としてはそんな変わらへんけども、中がねこれナイロン付いてるんですよ。だから防風とまでいかんけども、普通のフリースよりかは風通さへんのちゃうかなと思います。なんだこれ、なんか水のペットボトル、あ、リサイクルしてるとかそういうことなんでしょうね多分ね。これ韓国のリーゲンコリアって書いてますけどもね、まああのそういうリサイクルとかいうことでしょう。ではでは着用していきます。この薄い色味ね、僕のパーソナルカラーに合わない色味なんですよね。完全に似合ってない色味なんやけども、皆さんいかがでしょうか。このような感じで着用させていただきました、なんか浮いてますよね。ちょっとね僕はこういう明度の明るさの高いやつっていうのはちょっと苦手な顔してるんですけどね、まあそんな感じで着させていただきました。まあほんまデナリと一緒な感じですわ。サイズ感とかもあんま変わらへんし、まあ、デナリの韓国版って思ったらいいかなと思うんですけど、よう知ってる人からしたら、それってデナリやんな、でも見たことない色やな、そうやねこれ実は韓国ないねっていうことでね、ちょっと人と違う感じでいけるかもしれませんけども、以上6点が入っておりました。ではちょっと振り返っていきましょう。あ、ちなみにねこの中身ですけども、残念ながら僕ラで着ておりますのでね、このラで着たものはねなかなかこのどうしようもないっていうことなんで、僕のねよくエンドロールで流れてくるメンバーシップの方いらっしゃると思うんですけど、そこに送りつけたいなと思います。ラで着てちょっと脇汗もついてるかもしれへんけどもね、それでも嫌がらん人に届くことを願っておきましょうということで、ではまず1点目っていうのがねこちらの帽子ですね。ちょっともう僕自分で警察のめんどくさいからここに書いてますけども、3700ウォンということで、1円10ウォンという大体の計算でいきますね。そして次バッグですね。バッグの方が23,000ウォン、だいたい2,300円ぐらい。そして靴下の方が13,000ウォン、まあ1,300円ぐらい。そして色違い残念トレーナーがですね、88,000ウォン、8,800円ぐらいかな。それが2つと。韓国のホワイトレーベルのタグはこんな感じなんですね。ホワイトレーベルって書いてあってこんな感じで値段が書いてあるんですけども、すいませんピントが合ってないな。これか。はい、こんな感じですね。日本のねノースウェイスのタグってこれなんですよ。これで裏にこうやって、書いてあるんですけども、特になんか日本とか書いてないけども、韓国のやつはこうやってホワイトレーベルって書いてる感じになっております。そして最後が最後、このデナリジャケットと思ったら、あ、これもこんな感じにタグになってますね。これホワイトレーベルって書いてないですね。なんでなんやろ。まあええか。でこちら179,000ウォンということで、だいたい17,900円ぐらいの値段になってるということで、まあ総合計がこちらに載ってると思います。まあそれが得か損かっていうのは人によって考え方違うと思いますのでね、まあ僕ね買っといて言うのもあれですけどね、全く期待しておりませんでした。だからね今となってもね何のショックもない、あの全然最初から期待もしないっていう感じなんですけどもね、まあ、別に一点一点のアイテムは悪くないかなと思うんですけど、総合計で考えた時にそんな4万円ぐらい使うんやったら、もう自分の欲しいも4万円をねあの取りに行った方がいいんちゃうかなとかって思って、例えばヌプシジャケットとかもねこれちょうど4万円ぐらいなんですね。でそれ以外にやったらこのマウンテンライトジャケットもね新品で4万円ぐらいだし、まあそういう買い物でもいいんちゃうかなと思いますが、まあ人によってね買い物の考え方違いますので、詳細をちょっとお伝えしますね。このトレーナーと靴下とこのバッグの3点セットで12,990円で購入させていただきまして、次がこのキャップ、そしてトレーナーで、最後がフリース、この3点で26,990円なので、まあフリースが一番多分高かったんかなと思いますけどもね、合計でまあ大体4万いかんぐらいっていう感じですね。はい、ということでね、まあ、今回ちょっと動画出すのが遅くなりました。っていうのもトークンもちょっと遅かったんですよ。言い訳させてくださいね。こんなもん12月中に届いてくれなあかんのに、届いたらなんと1月5ですよ。1月5に届いたら正月終わってる。せめていつ届きますよぐらい言って言ってくれんとね。もしくはな、急いでる方はなんか備考欄にください。もうその時はもう僕あの YouTuber ですぐレビューしたいんで早くとにかくくださいって言うんやけども、全然そんなこと知らんかったから1月5まで来て、あれそういや福袋来へんなって言ってたりしたらね、忘れた頃に届きたいんですけども、まあそういったことで動画にさせていただきました。まあ、また来年もねやろうかなと思ってますので、皆さんね福袋買ったよ、いやもうそれ勉強して買わんかってんっていう方、いろんな方いらっしゃると思うんですけども、まあこれ見ていただいてね、来年はどうしようかなと考えていただければなということで、本日はですね2023年新春福袋を開けてみたという動画になります。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。